こんばんは、ハレリア。お元気でしょうか。今晩も一緒に御言葉を学びます。犬さん、ハレリア。今晩も皆さん一緒に集まって、イエス様の栄光を表します。キュッス。コタロさん、ハレリア。皆さん、私たちは日々清くなります。日々成長します。日々変えられています。栄光から栄光へ、死の似姿のように変えられていきます。皆さん、私たちは、命に向かって、永遠の命に向かって歩んでいます。小太郎さん、ありがとうございます。御言葉はワクチンを打ちましょう。この放送で解放されました。御言葉はワクチン。御言葉を私たちは朝も夜も、御言葉を学びます。この放送のおかげで信仰を持てました。私たちはイエス様の御言葉によって、良いことと悪いことを見分けることができます。御言葉によって私たちは正しい判断ができます。御言葉によって私たちは癒されていきます。この放送で笑顔になれた皆さんは癒されています。癒されています。皆さんが熱心に信仰を学び、御言葉を学んでいることによって、皆さんは確実に癒されています。確実に清められています。確実に天に宝を蓄えています。確実に神の子として霊的成長しています。霊的成長しています。そして私たちは準備します。私たちが成長すればするほど神様に用いられます。神様の働きができるのです。子供は、仕事ができませんが、大人になって仕事ができます。私たちも、信仰的に子供ならば神の子供はできないかもしれません。しかし信仰的に大人になることによって、私たちは神の仕事ができるようになります。この放送を3年見て、やっとキューちゃんの言ってることが分かるようになりました。アメン。神を信じたら天が褒めてくれた気がした。その通りです。その通りです。イエス・キリストを信じると神様が認めてくれるのです。イエス・キリストを信じると神様に認められて、神様に祝福されるようになるのです。苦しい方たくさんいます。多くの人は苦しんでいます。本当に苦しんでいる人もたくさんいます。苦しみにはいろんな理由がありますが、いろんな苦しみがありますが、しかしその本質は同じではないでしょうか。なぜ人間が苦しいのか。もちろん病気の苦しみもありますが、霊的な苦しみ、精神的な苦しみがあります。問題があれば誰でも苦しみます。悲しいことがあれば誰でも苦しみます。辛いことがあれば誰でも苦しいです。私も苦しむことがあります。誰でも苦しむことがあります。しかし多くの人は苦しみの中にから解放されないで苦しみ続けている方が多いのです。しかし私たちはイエス様に向かって助けてと言います。イエス様、助けてください。その時私たちは
苦しみから解放されます。苦しみから解放されます。イエス様が助けてくれます。信仰というのは苦しみからの解放とも言えるでしょう。苦しみからの解放、多くの人はなぜ苦しいのか、なぜ苦しいのか、その理由が分かりません。生活苦、生活苦の苦しみは大きいと思いますね。生活苦の苦しみ、そしてその、苦しみの原因がですね、苦しみの原因が、サタンから来たネガティブの場合があるんです。例えばお金がないともうダメだよということに縛られて、サタンの言葉に縛られて苦しいということがあるんです。しかしそれに対して御言葉は何と言ってますか。心配してはいけない、恐れてはいけない、私がいるから、ね、心配いらない。明日の心配は無用だ、明日の心配は無用だ、天のお父様が養ってくれるとイエス様はおっしゃいました。その御言葉を受け取るならば、その御言葉を受け取るならば、生活苦から解放されるのです。苦しみは御言葉によって解放されるんです。御言葉によって解放されます。御言葉によって、苦しみから解放されます。それではですね、本当に、皆さんの苦しみが御言葉によって、解放されるのか、解決するのか、ちょっとやってみたいと思います。しかしもちろん御言葉を信じなきゃダメですよ。その御言葉を信じるときに、苦しみから解放されます。それでは皆さんの苦しみを書いてください。その苦しみに対して御言葉を、私が言いますので。皆さんの苦しみは何でしょうか。毎月の支払いがつらい。はい、天のお父様が必要をご存知で与えてくれると信じてください。レポートが終わらない、レポートが終わらない。神様に委ねてください。病気が治らない。イエス様が癒すにだって信じてください。イエス様が癒してくれると信じましょう。苦しみがあったけどイエス様に祈ったら救われました。アメン。人間関係がうまくいかない、許しなさいとイエス様がおっしゃいました。許しなさい、隣人を愛しなさいというふうにおっしゃいました。人間関係がつらければ許して、ね、愛しましょう、ね、隣人を自分のように愛しなさい。これが答えです。将来が不安、そしたら明日の心配は無用だという御言葉を信じてください。明日の御言葉は無用だということですね。生きてるのがつらい、そしたらですね、生きてることを感謝してください。生きてることを感謝するのです。孤独は寂しい、じゃあ私が共にいるという御言葉を信じてください。私が共にいる、私が共にいる。死にたい、死にたい、死にたい苦しみ、ね、死にたいという方はですね、私が、イエス様が希望だという御言葉を信じてください。イエス様が希望です。孤独、ね、私が共にいる、私が共にいるという御言葉を信じてください。ニートなので不安、明日の心配は無用と書いてあります。明日の心配は無用。借金取り、恐れてはならないと書いてあります。恐れてはならない、心配してはいけないと書いてあります。
梅毒、梅毒、ね、イエス様が癒し主と書いてありますね。イエス様が癒し主、イエス様が癒してくれます。悪霊が襲ってきますね。イエスキリストの皆によって悪霊を出ていけと言ってください。イエスキリストの皆によって悪霊を出ていけと言えば悪霊が出てきます。頭痛が痛い、ね、頭痛の痛みを去れ、頭痛よ去れとイエスキリストの皆によって命じる。頭痛よ去れと祈ってください。結婚できません、イエス様、結婚相手、信仰結婚ができる結婚相手くださいと祈ってください。しかし信仰が必要です。信仰を持つことが先決です。便秘、便秘の霊を出ていけ、便秘の霊を出ていけと祈ってください。DT、DT は感謝してください。喜んでください。DT は悲しむ必要はありません。喜んでください。便秘の霊は便秘の霊ですね。暴力団やめても職がありません。神、天国会社は誰でも勤務できますから、この世の仕事じゃなくて天国会社に勤務してください。誰でも仕事ができます。同性愛やめたい、同性愛の悪霊を出ていけ、イエスキリストの御名によって命じる。同性愛の悪霊を出ていけと祈ってください。韓国は許せない。イエス様は許しなさいと言われてますね。イエス様は許しなさい。憎い人がいます。じゃあ許してください。憎い人、恨みのある人、許しましょう。許すんです。梅毒、梅毒も癒されると信じましょう。もちろん治療してもいいです。許したいけど許せません。許しますと宣言するんです。イエス様は誰々を許します、イエス様は誰々を許しますと宣言しちゃうんですね。宣言するんです。いじめられてますが助けてください、ね、許しましょう、許しましょう。父親が憎い、許しましょう、ね、お父さんを許しますと言ってください。お父さんを許します。夫婦喧嘩、夫婦喧嘩、さばいたり文句言ったりしてはいけません、相手を喜ばすことだけを言ってください。相手を励ますことだけを言って、口論してはいけません、口論してはいけません、敵を愛しなさいと書いてありますね。敵を愛しなさい。はい、そのぐらいでいいでしょうか。皆さん、どんな苦しみも解放されます。どんな苦しみも解放されます。皆さん、ぜひ皆さん、どんな苦しみからも解放されましょう。解放されましょう。アメン。解放されましょう。
はい、はい、それではですね、そうですね、いろんな苦しみがあります。なぜ、苦しみがあるかと言いますとですね、神様は、その神から離れると苦しくなる、まあ、罪によっても苦しくなる、罪があると苦しくなります。ですからその全てではないです。その神様はその苦しいのは問題があるからだよ、苦しいのは問題があるからだよということを言っています。まあ、信仰による苦しみもあります。迫害されるとか信仰の上の苦しみもありますが、その苦しみは、まあ、ある意味では良い苦しみですね。信仰による苦しみは天に報いがあります。キリストの苦しみをこう味わうと言いましょうか、十字架の苦しみを味わう、迫害の苦しみとか信仰による苦しみはこれは尊い苦しみだと書いてあります。しかし多くの人の苦しみは、そういうものではありません。多くの人の苦しみはなぜ苦しいんでしょうか。一つは罪による苦しみ、罪を犯すと苦しくなります。それはやはり悪霊に関わるということではないでしょうか。悪霊が入ると苦しくなりますね。悪霊が入ると重くなったり苦しくなったりします。皆さんがものすごく苦しい人がいるかもしれません。大抵は悪霊ですね。悪霊が入ると苦しくなります。悪霊が入ると苦しくなります。そして悪霊が出ていくと苦しみがなくなります。悪霊が出ていくと苦しみがなくなります。ですから皆さんがこの部屋に来て、御言葉ワクチンを受ければ、御言葉ワクチンを受けて悪霊が出ていきます。そして、その悪霊が出ていくと皆さんの苦しみがなくなります。皆さんの苦しみがなくなっていきます。はい、そして聖霊様が来てくださると、聖霊様が来てくださると今度は喜びが来ます。平安が来ます。喜びや平安が来ます。ちょうど反対なんですね。反対です。この悪霊が来ると苦しむくなる、ね、聖霊様が来ると喜ぶようになる。悪霊が来ると心が重い。聖霊様が来ると喜びが来る。ちょうど正反対ですね。ちょうど霊的に正反対なんです。ぜひ皆さん、理解してください。苦しみの多くの苦しみは悪霊なんだということですね。悪霊、皆さん苦しい方がたくさんいると思いますね。苦しい方たくさんいると思いますが、それは主に悪霊なんだよということですね。悪霊によって苦しくなります。ですから、イエス様を信じることによって、イエス様を信じることによって悪霊が出てきます。悪霊が出てきます。悪霊が出ていけば、悪霊が出ていけば、心が解放されます。苦しみがなくなります。これが信仰です。これが信仰です。聖霊様によって悪霊が出てきます。聖霊様によって、悪霊が出てきます。その時心が解放されます。心が、苦しみがなくなっていくんですね。人生が、ね、もう苦しい、死にたいというのはまさにそういう霊的にですね、悪霊がいっぱいになってしまって、悪霊がいっぱいになってしまって苦しくなって、その苦しみが増せば、苦しみが増せば
人生死にたくなってしまいます。誰でもそうですよ。誰でもそういう、苦しいことがあれば誰も死にたくなるのは当たり前です、ね。苦しいんですから死にたくなるのは当たり前です。しかしそこで死んでしまうと大変なことになりますね。死んでしまうと地獄に行ってしまうんですね。地獄に行ってしまいます。ですから私たちは霊的に清さを保ち、悪霊と関わることに気をつけなければなりません。清さを保てば快適な人生なんです。よく私が、人生は、ね、人生は最高だと、人生は最高だと私が言いますけど、それはだん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 悪霊がいなくなって、悪霊がいなくなって喜びや平安、天国の喜び、天国の平安、そういう喜びが満ち溢れてくれば人生は最高になるんです。人生は最高になります。イエス様のために、良い生き方ができる、天国ポイントを貯める、人々に愛を示すことができる、人々を励ますことができる、信仰的に社会に貢献ができる、神様の働きができる、これはですね本当に素晴らしい人生なんです。素晴らしい人生なんです。ぜひ皆さん、そういう、素晴らしい人生、皆さんも、生きることができるんです。素晴らしい人生を生きることができます。お酒飲む人はですね、お酒飲む人はやっぱり苦しいからお酒を飲んでこの、紛らわしたいんではないでしょうか。苦しいから、息抜きをしてしまう、苦しいから、ギャンブルをしてしまう、苦しいから、食べてしまう、苦しいから、悪ふざけをしてしまう。世の中の多くの人はその苦しみの吐け口というか、苦しみから逃れたいからいろいろ悪いことをしてしまうんではないでしょうか。イエス様が十字架にかかったのはその苦しみを、取ってくださるために、十字架にかかって死んでくださいました。ヨスさんは苦しいから酒飲んで悪いことをする、そうだと思いますね。苦しいからお酒を飲んでるんではないでしょうか。ぜひ皆さん、苦しい方いるかな。この間ちょっとやったかな。はい、皆さん、苦しい方手を挙げてください。人生苦しい方、今苦しい方、今重い方、人生苦しい方、毎日が苦しい方、多いですね。苦しい苦しい、食いすぎた、食いすぎて苦しい、多いですね。万引きで苦しい、やめるにはどうしたらいいか、苦しい。はい、じゃあその苦しい原因を書いてください。皆さんの苦しい原因ですね。苦しい原因は、病気で苦しい、仕事がつらい、腰痛、飲みすぎた、お金で苦しい、眠い、孤独、不眠症きついですね、満腹で苦しい、ギャンブルで苦しい、振られて苦しい、歯が痛い、
絶交されてくるし、不安でくるし、裏切られた、友達に裏切られてくるし、裏切られると苦しいですよね。裏切られると苦しい。はい、わかりました。皆さん、その苦しみが、イエス様がその苦しみを取ってくれます。イエス様がその苦しみを取ってくれます。皆さんの苦しみの解決はイエス様なんですね。イエス様が平安をくれます。イエス様が、その苦しみを取ってくれます。イエス様が、この追ってくれます。苦しみを追ってくれます。ぜひ皆さん、そのことを体験してほしいと思います。もう少しだったら証タイムをやりますが、その証タイムの時に本当に苦しみがなくなるということが確信できるでしょう。たくさんの人が、その苦しみがなくなった証をしてくれますので、どういう苦しみがなくなったかね、もうちょっと始めちゃいましょうかね、始めちゃいましょう。はい、皆さん、以前はこういうことで苦しんでいた、まあ AB 証でもいいですね。以前はこういうことで苦しんでいた、今は、苦しみがなくなった証、イエス様を信じたら、以前はこういうことで苦しんでいた、だけど今は苦しくない、今は苦しくない証、今は苦しくない証、スタート、スタート、今は苦しくない証、スタート。お酒がやめられました。遊戯王から解放された。心が救われました。禁煙できました。以前は友達がいなかったけど、今兄弟姉妹がいっぱい。糖質が治ってきました。アメン、アメン。AV 依存から解放されました。以前は犬の病気で悩んでた。今は、健康の犬になりました。アメン。少し癒されました。欲から解放されて心が軽くなりました。欲から解放されました。AKB オタクをやめれました。禁酒禁煙、禁遊戯王。天国ポイント貯まったら苦しくなくなった。心が落ち着きました。07から解放されました。心が穏やかになりました。じいさんの趣味だと思ってたけど、真の伝道だと思った。この放送を見て少し元気が出た。車上荒らしをやめれました。韓流から解放されました。イエス様を信じてみます。イエス様を信じてみます。イエス様を信じてみます。花嫁の悪魔の花嫁を捨てました。ニートになれました。性欲がなくなりました。イエス様の愛に感謝します。モルモン教から脱退できました。
的障害が治りました。タロット占いやめました。万引きやめれました。お酒をたくさん飲んでたけどお酒が嫌いになりました。笑顔になりました。アスペが治りました。神棚壊しました。ストレスなくなりました。怒ることがなくなりました。一人で外出できるようになりました。キリスト教に改宗しました。糖尿病が治りました。聖書の御言葉で救われました。小太郎さん、孫が話してくれるようになりました。真の愛が分かってきました。イエス様にすべてお任せです。頭が少し良くなりました。進化論ではなく創造論が本当と分かった。素晴らしい配信だな。9回も中絶しました。許されますか？許されます。許されます。イエス様を信じて許されてください。改弁になりました。父親の親戚筋がリバイバルになりそうです。韓国へのヘイトスピーチをしていた、謝罪がした、謝罪がしたい。不倫をやめれました。親の葬式から解放されました。イエス様のおかげでいじめられないようになりました。不貧困なことに嫌悪を感じます。イエス様を信じていいですか？もちろんです、もちろんです。信じなければ救われません。信じなければ天国に行けません。イエス様を信じるのです。イエス様を受け入れるのです。救い主として受け入れるのです。自分の神として受け入れるのです。イエス様を信じること、幸福の入り口です。パラダイスの入り口です。永遠の命の入り口です。苦しみからの解放です。イエスキリストを信じることが、苦しみからの解放です。あらゆる苦しみからの解放です。あらゆる苦しみ、あらゆる苦しみ、この世の苦しみから解放されます。悪霊から解放されます。罪から解放されます。呪いから解放されます。イエス・キリストを信じることが、苦しみからの解放です。苦しみからの解放です。解放されましょう。解放されるのです。苦しみから解放されるのです。不思議です。本当に不思議です。悪霊が出ていくと苦しみがなくなります。御言葉ワクチンによって、御言葉ワクチンによって悪霊が出ていきます。不思議です。たくさんの方が経験しています。たくさんの人が証を持っています。苦しくなくなってきた、苦しくなくなってきた、むしろ喜びが来た、喜びが来た。そして、人を
許しなさいというさっき話ありましたけども、許すだけでも、ね、苦しみがなくなります。人を許すだけで苦しみがなくなります。誰かを憎んでる人、親を憎んでる人いますか？親を憎んでる人、誰かを憎んでる人、お母さんを憎んでる人、手を挙げてください。誰かを憎んでる人、上司を憎んでる、ね、元彼を憎んでる、友達を憎んでる、憎んでる人手を挙げてください。誰かを憎んでる人手を挙げてください。その憎しみがですね、苦しみなんですね。憎しみが苦しみですから、その苦しみを取るためには許さなければなりません。許すことによって苦しみがなくなってきます。では皆さん、その苦しみを取ってほしい方、こう言ってください。誰々を許します、誰々を許しますと、大きな声で言ってください。また心の中で言ってください。苦しみから解放されます。苦しみから解放されます。お父さんを許します、お母さんを許します、誰々を許します、言ってください。誰々を許します。チャンスです。苦しみから解放されるチャンスです。誰々を許しますと言ってください。誰々を許します、お父さんを許します、お母さんを許します、元彼を許します、元彼を許します、上司を許します、先生を許します。言いましたか？許しますと言いましたか？憎んでる人、ね、許しますと言ってください。言ってください。言いましたか？私が祈ります。天の父様、許しました。憎んでる人を許しました。恨みのある人を許しました。今たくさんの方が許しますと言いました。許しますと言いました。彼らの罪を許してください。彼らのその、憎しみを取ってください。憎しみ、恨みを取ってください。苦しみを取ってください。イエス様、許しました、許しました。彼らの心から憎しみを取ってください。解放してください。苦しみから解放してください。彼らを苦しみから解放してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。許し続けてくださいね。一回で許せないこともありますが、許し続けてください。そうすると苦しみがなくなります。この祈りだけでも、この祈りだけでも少し気持ちが楽になったと思います。ちょっと証ししましょうかね。気持ちが楽になった証し、少し気持ちが楽になった、少し苦しみがなくなった、そういう方、今の祈りだけでも少し気持ちが楽になった方、証ししてください。スタート。苦しみが、苦しみから解放された、証しスタート。救われた気がした、御言葉で幸せになりました、一瞬で解放されました、なんと不思議なんだ、一瞬で解放されました、なんと不思議なんだ、本当に不思議です。苦しみが消えました、苦しみが消えました。一体どう、天国にいた時と同じ心境になりました。楽になれそうです。憎しみが軽くなりました。人に優しくなれそうです。素晴らしい。苦しみが消えて愛で満たされました。素晴らしい。さらに苦しくなくなりました。悪霊が出たら気持ちよくなりました。アーメン。
素晴らしいですね。癒されます。素晴らしい。幸せな気持ちになりました。天にいるような心地です。素晴らしいです。素晴らしいです。電動放送に出会えて嬉しいです。明日から人に優しくします。アメン。思いっきり人に優しくなりましょう、ね、思いっきり人に優しくなりましょう、ね、今までは人を愛せませんでした。しかし今皆さんは人を愛せるようになりました。人を愛せるようになりました。思いっきり優しくしましょう、家族に優しくしましょう。周りの人に優しくしましょう。もう皆さんは神の愛を受けているのです。神の愛を受けているのです。思いっきり優しくなりましょう。思いっきり優しくしましょう。素晴らしい。今日から人生が変わります。今日から人生が変わります。優しく なった人生です。苦しみが減っていく人生、苦しみが減っていく人生です。この放送を聞き続けると苦しみが減っていきます。苦しみが減っていきます。ゆりすけさん、アメン、アメン。本当に神の力、神の力、皆さんの心が変わるならば、苦しみがなくなるのです。神の力によって心が変わるのです。イエス様を信じたいです。アメン。今日信じましょう。今日信じましょう。心が軽くなりました。イエス、キリストを信じました。アメン。素晴らしいです。キリストを信じました。アメン。素晴らしいです。もうイエス様以外の何もいりません。イエス様の愛で幸せいっぱいです。イエス様の愛で幸せいっぱいです。素晴らしいです。素晴らしいです。キリストを信じます。この放送でリバイバルを確信しました。たくさんの人がイエス様を信じています。たくさんの人がイエス様を信じています。苦しみから解放されています。苦しみから解放されています。素晴らしいです。奇跡が起きています。奇跡が起きています。皆さんの人生は変わります。生まれ変わります。皆さんは聖霊を受けて、聖霊を受けて生まれ変わります。神の子として生まれます。神の子として生まれます。これからの人生楽しくなります。これからの人生楽しくなります。苦しみがなくなっていくからです。神様から祝福が来ます。喜びが来ます。本当の喜び、生きる意味、生きる意味、生きる意味が与えられたのです。生きる喜びが与えられたのです。皆さん、素晴らしいことが起きてきます。素晴らしいことが起きてきます。もう恐れてはいけません。心配してはいけません。明日の心配は無用です。お金のことで心配することはないのです。神様が養ってくれます。神様が養ってくれます。問題で苦しまないでください。神様に委ねてください。神様が問題を解決してくれます。神様が問題を解決してくれます。すぐに解決しないからといってがっかりしてはいけません。祈っても祈っても解決してくれないので、もう信じれないと思わないでください。委ね切って信じ切って祈り続けてください。委ね切って信じ切って、神様が、解決してくれる、助けてくれると信じ切るのです。疑ってはいけません。心配してはいけません。信仰を捨ててはいけません。もう信じきるのです。神様を信じきるのです。
神様に不可能がないんだ。神様はよくしてくれると信じるんです。神様は皆さんを愛しているんです。神様は皆さんを愛しています。皆さんを、いじめたくないのです。皆さんを祝福したいのです。イエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して神様は皆さんを祝福したいのです。幸せにしたいのです。幸せになれます。皆さんは幸せになります。イエス・キリストを通して祝福が来ます。幸せです。それが幸せです。すべて最善となしてくださることを知りました。すべて最善をとなしてくださることを、知りました。すべてが益となるとも書いてあります。イエス・キリストを信じる者にすべてが益となる。皆さんすごいでしょう。すべてが益となるんですよ。皆さん、何か問題は今ありますよね。さっき言った苦しみとか問題ありますよね。その問題が益となると書いてあるんです。信じましょう。信じますか。今皆さんの持っている問題が益となる。益というのはまあそのプラスになるという意味ですね。今皆さんの持っている問題が益となると信じる人手を挙げてください。今皆さんの持っている問題、すべての問題が益となると信じたい人、アメン、手を挙げてください。信じましょう。信じましょう。すべてが益となる。すべてが益となる。アメン。素晴らしい。素晴らしい。アメン。もうそしたらば苦しむ必要はないのです。もう苦しむ必要はありません。もう苦しんではいけません。皆さん問題で苦しんではいけません。サマさん、こんばんは。もう問題で苦しんではいけません。喜ぶのです。喜ぶのです。喜ぶのです。問題が解決すると信じるならばもう喜んでいいのです。聖書は言います。いつも喜びなさい。いつも喜びなさい。全能の神様が一緒です。何でもできる神様が一緒なんですから、私たちは喜んでいるのでいいのです。信仰で喜ぶのです。決してネガティブになってはいけません。ネガティブは不信仰ですね。ネガティブは不信仰です。思いっきり喜ぶのです。思いっきり喜んで、もう子供のように喜んでいいのです。子供のように喜んでいいんです。イエス・キリストを信じる者は罪が許されたのです。罪が許された。すべての罪が許されたんです。ですから喜んでいいのです。喜んでいいのです。もうね、もうその罪をですね、罪が許されて、祝福されて、もう私たちはですね喜んでいいのです。喜んでいいのです。思いっきり喜びましょう。思いっきり喜ぶんです。もう何も心配しなくていいのです。もう苦しむ必要はないのです。もうイエス様が一緒にいるんです。皆さんの心の中に来てくれるのです。イエス様が皆さんの心の中に来てくれて、もう、祝福してくれるんです。ですから喜びましょう。信じるんです。罪が許されたと信じるんです。イエス様が一緒にいると信じるのです。これからイエス様がよくしてくれると信じるのです。もうサタンの言うことを聞かないでください、ね、サタンの言うことを聞かないで、ネガティブにならなくていいのです。恐れなくていいんです。強くあれ、大きくあれ、イエス様が言われます。皆さん強くあれ、大きくあれ、恐れてはいけない、おののいてはいけない。私が共にいる。私が共にいる。皆さん、強くあれ、大きくあれ、強くあれ、大きくあれ。イエス様が一緒です。イエス様が一緒です。恐れてはいけません。人生は、心配したり恐れたりしなくていいのです。イエス・キリストを信じる信仰によって強くなることができるのです。
問題があっても問題があっても試練を喜びなさいと書いてあります。問題があっても喜びましょう。どんな問題があっても喜ぶのです。どんな問題でも喜ぶのです。それは訓練が必要です。最初はなかなかそううまくいかないかもしれませんね。問題が来てトラブルがあると、どうしようどうしようってなっちゃいますね。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようっていろいろ想像してですね、ネガティブになっちゃうんですが、でもだん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 訓練すると、ね、動揺しなくなりますよ。もう問題が2つ3つ連続で来ることがありますけど、問題がどんどんどんと来てもですね、信仰で乗り越えて心配したり恐れたりしません。すべて主に委ねるのです。主に委ねるのです。神様が速やかに解決してくれます。信仰で歩みましょう。皆さん、人生は信仰で歩むのです。イエス・キリストを信じる信仰で歩むのです。そうするならば皆さんは、強く生きることができるのです。神の子として、神の子として、神の栄光を表して生きることができるのです。信仰はなければそうなりません。信仰がなければ苦しんで悩んで生きるしかないのです。苦しんで悩んで生きる、それは不信仰の生き方だということです。信仰の生き方は、信仰の生き方は強く、問題があっても、へこまないのです。トラブルがあってもへこみません。あらゆるプレッシャー、あらゆるストレスをですね、跳ねのけて生きることができます。もちろん戦いがあります。祈りが必要です。御言葉ワクチンが必要です。でも立ち上がることができます。一時的に倒れても、一時的に倒れても立ち上がることができます。ぜひ皆さん立ち上がって歩もうではないでしょうか。立ち上がって信仰で歩もうではないでしょうか。皆さんが強くなってほしいのです。皆さんが学んで学んで学んで強くなってほしいのです。御言葉を学ばなければ心は強くなりません。この天国大学で、天国大学で学ぶことができます。今日は、火曜日ですね。明日は朝7時夜8時あります。そして、木曜日はですね、木曜日は、朝がツイキャスですね。朝がツイキャス、そして、夜が8時ですね。はい、それではちょっと早いですが、招きをしましょう。招きをしましょう。イエス様を信じて苦しみから解放されたい。イエス様を信じて、悩みから解放されたい。イエス様を信じて強い心になりたい。もう人生、最高の人生を送りたい。楽しい人生を送りたい人、イエス様を信じて神の子として生まれ変わって楽しい人生を送りたい人、アメン。楽しい人生を送りたい人、アメン。大きな声で、大きな声でアメンと言いましょう。アメン。小太郎さん、アメン。アメン。楽しい人生を送りたい、楽しい人生を送りたい、アメン。アメン弾幕です。アメン弾幕です。アメン弾幕、アメン、アメン。エイジさん、アメン、アメン、アメン。素晴らしいことが起きます。素晴らしいことが起きます。神様が祝福してくれます。神様が良くしてくれます。信仰で歩みましょう。
恐れてはいけません。問題があっても恐れてはいけません。問題があっても心を弱くしてはいけません。信仰で歩むのです。信仰で歩むのです。試練を喜びましょう。試練を喜び、イエス様に期待するのです。イエス様に期待して素晴らしいことが起きると信じるのです。良いことを感謝しましょう。良いことを感謝しましょう。私も日々いろんなことを感謝しています。もう感謝することだらけです。感謝することだらけです。あれもこれもあれもこれも感謝します。もう感謝だらけです。感謝感謝感謝です。感謝感謝感謝です。皆さん、もう私たちは感謝する人生です。すべてが感謝です。すべてが感謝です。心から感謝しましょう。私たちは感謝するために生きているのです。イエス様に感謝するために生きているのです。もう良いことも悪いことも感謝しましょう。良いことも悪いことも感謝するのです。神様は変わらないのです。私たちを愛すると言ったら愛するのです。神の愛は変わらないのです。ですから私たちの感謝も変わってはいけません。私たちもある時は感謝して、ある時は感謝しないではなくて、ある時は喜び、ある時は喜ばないではなくて、いつも感謝し、いつも喜びましょう。いつも感謝し、いつも喜ぶのです。感謝の日々、この世にあって感謝の日々を送りましょう。お祈りします。天のお父様、感謝します。私たちは以前は感謝ができませんでした。もう苦しんでました。もう喜ぶどころじゃない、感謝するどころじゃない、もう生きるのがやっと、生きるのがやっとというような、そのような生活でした。しかし今イエス様と出会って、罪が許されて、悪霊が出ていき、苦しみがなくなってきました。苦しみがなくなってきました。喜びが来ました。もう私たちは喜ぶ人生、喜ぶ日々になりました。そして感謝する日々になりました。本来の人間、本来の人間、苦しみの人生は本来の人間ではありません。イエス・キリストに会って喜ぶ人生が本来の人生です。今日アーメンと言った方々が変えられますように、喜ぶ人生になりますように、苦しみがなくなりますように。イエス様、今このリスナーの方々に苦しみがある方は、苦しみがなくなりますように、苦しみがなくなりますように。イエス様、あなたの血潮によって苦しみを去れ、苦しみを去れ、イエス・キリストの御名によって命じる。このリスナーの中にある苦しみを去れ、苦しみを去れ、辛さを去れ、苦しみを去れ、イエス・キリストの御名によって命じる。苦しみを去れ、苦しみを去れ。イエス様、どうぞ平安を与えてください。このリスナーの上に、リスナーの中に平安がありますように、喜びがありますように、問題が解決しますように、問題が解決し、喜びが来ますように、生きることの喜び、生きることの素晴らしさを感じることができますように、祝福してください。リスナーの人たち全員を祝福してください。素晴らしい人生が始まりますように、素晴らしい人生が始まりますように、祝福してください。日本を救ってください。日本を救ってください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、苦しみから解放されました。喜びましょう、喜びましょう。イエス様を喜びましょう。ありがとうございました。明日の朝7時お会いしましょう。シャローン、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 アーメン。